赤金ミュージアムは愛媛県新居浜市境町にある総合文化施設。ハートネットワークなどで構成される新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設運営グループが指定管理者として管理運営を行っている。正面より太古代ミュージアムブルーにライトアップされた当館 JR 新居浜駅前の土地区画整理事業の中核施設として建設され、 2015年7月18日に開館した。名称の赤金とは銅のことで、かつて別種銅山から大量に銅が産出され、市の発展の原点ともなっていることから、建物の外壁に銅板を使用、カーブに合わせ貼り付けられている。また、全体の風景は新居浜の森も表している。地下1階、地上3階建ての建物で施設内には多目的ホールや、 美術館、創作スペースなどが設置されている。美術館は2016年3月31日に閉館した新浜市立郷土美術館の機能や展示を引き継いでいる。太鼓台ミュージアムには現役の各地区の太鼓台が2ヶ月ごとに展示されていく。太鼓台の入れ替えの際は、それぞれの柿夫が集まりき上げが行われる。赤金ミュージアムハット ABC 赤金。 ミュージアム完成日刊建設工業新聞2016年7月16日閲覧赤金ミュージアム新浜市観光協会2016年7月16日閲覧ありがとうございます